エトロ、ついに歩けなくなった。ダメだ。え？セラ、聞いてくれ。今の夢の中で記憶がつながった。まだ夢の世界みたい。出口はどこだろう。手がかりを探さないと。一度ユールのいた場所に戻ろう。セラは俺のこと忘れないでいてくれたんだな。だからここまで来れた。ノエルはもう別の時代の人じゃないよ。時を超えて出会っちゃったんだから。
話クポ。もともとつけた後、お姉ちゃんはどこへ行ったの？終わりの世界で君たちを待ってるクポ。夢の終わりか。間違いない。セラの村だな。ずっと未来の人間が死に絶えた後の時代だ。世界はこんな結末を迎えるの？あれ、なんだろう。どこかに繋がってるのかな。ここに？ここは旅するセラさん。ホープ君、一緒に戦ってくれてるんだ。未来に希望を託したんだな。クポ、あれはお姉ちゃんがくれた最後のオーパーツだね。ライトニング様はバルハラの外に長くいられないクポ。でもお姉ちゃんとやっと話ができた。ナエルのおかげだよ。ホープたちの新しい箱舟を守ろう。そうすればライトニングは完全に元の世界に帰ってくる。チャンスだ。クリスタルが勝つ。
予言されて。力が侵食してきたのか。は、早くカイアスを止めないとまずいな。動きを見極めれば進めそうだな。
このままでは続けないね。お願い、クポン、クポポン、
ここまで来たんだ。とことん付き合うぞ。仲間を守るとなると強い。さすが守護者。時が戻ったの？